職はどう？来月には発表できるはずです、はあ、この前は危うく差し止められるかと思ったのですが、何事もなくて本当に良かったです。何せあの課題の指導教員の中にはアザールの名前もあったからね。君がとばっちりを受けるかもしれないと思ってたけど、結局どんな風に解決したのさ？ほら、新しく代理賢者の方がいらっしゃったじゃないですか。あの方が私たちのプロジェクトを改めてチェックして研究を続けることを許可してくださったんです。代理賢者？そんな職位今まであったかな？聞いた話では新しい賢者はまだ選定中で、しばらくは決まりそうにないから一時的にその人に任せることになったそうです。とにかく彼が私たちの肩を持ってくださったおかげで、みんなの研究成果が無駄にならずに済んだんです。論文を出したら私も長い休暇を取ってゆっくりするつもりです。そうですね、モンドへ旅行にでも行きたいですね。連中め、よもやアルハイゼンのやつを代理賢者にするなど一体何を考えておるのだ？まあまあ落ち着いてください先生。確かに経歴で言えば先生こそが学術における権威なわけですから、どうしてあんな若造が代理賢者になったのかは正直僕も疑問に。バカモン、賢者になれなかったことに文句を言っとるわけではないわ。わしはな、なぜよりにもよってあのアルハイゼンが選ばれたのか、それが理解できないのだ。昔あいつがわしの授業を選択していたことがあったが、一学期を通しても数えるほどしか顔を見せなかった。それについて問い詰めた時、あやつめ何と言ったと思う？わしの授業を聞くぐらいなら家で本でも読んだ方がマシだと。あの身の程知らず、へそ曲がりめ、あんな奴が代理賢者なんぞ、これが教令員の不幸でなくてなんだというのだ。落ち着いてください先生、すぐにお水を持ってきます。一つ秘密を教えてやるよ。新しい代理賢者だけどな、聞くところによると俺たちチロン派の先輩らしいぜ。本当？誰誰？アルハイゼンって名前の人だ。俺は会ったことないけど、近頃別れぬ噂で持ちきりだぜ。まあどれが本当の情報でどれが偽物なのかは分からないけどな。それより最近はインロン派にも勢いに乗ってる学者がいるらしいじゃないか。なんでもその人が次の賢者の一人になる可能性が高いとかなんとか。へえ、その人ってプロジェクトは立ち上げてるのかしら。私たちも早めに会っておいた方がいいかも。アルハイゼンが代理賢者になるって噂は結構広まってるみたいだな。でもあいつを知らないって人もいたよな。もしかしてあいつそんなに有名じゃないのか。それに評価もいいものと悪いもので真っ二つだ。特にさっきのおじいさんはあいつにすっごく不満があるみたいだったぞ。マハマトラ。マハマトラ？僕の名はイリアス。マハマトラに会いたい。とても重要なことが。おいおい大丈夫かよ。あんまり無理しない方がいいんじゃないか。いっそオイラたちに事情を言って、オイラたちがお前の代わりにマハマトラに伝言してやるってのはどうだ？ダメだ、必ずマハマトラに直接会う必要がある。信用できるのはマハマトラのみ。悪いけど少し肩を貸してくれないか。これはとても重要なことで、どんな失敗も起こってはならないんだ。そこまで言うなら、うん、いいぜ、
オイラたちがマハマトラのところまで連れてってやる。マハマトラのところに連れてくって約束したけど、オイラたち実はあんまりマハマトラの知り合いはいないんだよな。そうだ、セノが教練院に戻ってるはずだから、あいつに聞いてみようぜ。教練院へようこそ。こんにちは。ちょっと聞きたいんだけど、セノって今教練院にいるか？おや、よくお見かけするお二方ですね。もしかしてセノ様のご友人の方々でしょうか？あいにくですが、セノ様は今外で任務を執行なさっています。何かありましたら私に言ってください。後ほどセノ様にお伝えしておきます。オイラたち、教練院の入り口でこいつに会ったんだ。何か重要なことでマハモトラに会いたいらしいんだけど。うん、もしよろしければ私に話してみませんか？シラージ。シラージ。よく聞く名ですね。あの陰論派の学者のことでしょうか？陰論派の学者？ねえ。今勢いに乗っていると話題の陰論派の学者です。大胆な発想で、考えたことをそのまま実行する天才らしいですよ。聞くところによると、彼は陰論派を代表して次の賢者の一人になるかもしれないそうです。それでそのシラージがどうかしたのでしょうか？告発をしたい。シラージは今危険な実験を行っている。僕は奴にさらわれ、恐ろしい洞窟に連れて行かれた。そこには実験機材が山ほどあった。僕は必死に逃げた。もう少しで奴に捕まっていただろう。落ち着いてゆっくり話してください。彼は何の実験をしていたんですか？その洞窟はどこにあるんです？それは覚えていない。え？そんな大事なことなんで覚えてないんだよ。僕が覚えているのは、シラージがこちらに向かって歩いてきた後、僕の脳に異常が起き始めたことだけだ。たくさんのことを忘れてしまった。まるで悪夢でも見ていたような感覚だ。だけど、あそこがとても危険なことだけは覚えている。今すぐ奴らを阻止しなくてはならないんだ。そうだ、奴らは酒場で取引をすると聞いた。一刻も早く。そう言われましても。わかりました。同僚にシラージのことを調べさせますね。ですがその前に、マハマトラによる虚偽検出テストを受けてください。僕を疑っているのか？誤解しないでください。これはただの慣例です。お二人はここでしばらくお待ちください。すぐに戻ってまいります。あれ、アルハイゼン？どうしてここにいるんだ？私が説明しましょう。先ほどイリアスさんに虚偽検出テストを行いまして、無事に合格されました。つまり、彼の話は信憑性が高いということです。我々は彼の提供した手がかりに基づいて調査を展開します。そして慣例に従って、この件をアルハイゼン様にお伝えしました。それを聞いたアルハイゼン様は、セノ様に手紙を残し、我々と共に行動するとおっしゃったのです。なんか怪しいぞ。あのアルハイゼンがマハマトラと一緒に行動するなんて、何か特別な理由でもあるんじゃないか？考えすぎだ。少し興味があるだけだ。そうなのか？意外と暇なんだな。なあ、いっそオイラたちも一緒に行っていいか？アルハイゼン様が我々の行動に加わること自体
すでに規則に反していますから、そこにあなた方も一緒となると、まあいいでしょう。何せイリアスさんを連れてきたのはあなた方ですからね。一緒に来てもいいですよ。ただし計画の一切については必ず秘密にしてくださいね。お、安心しろ。オイラたちすっごく口が固いんだ。では今把握している手がかりについて説明します。イリアスさんはシラージがあるミョーロン派学者と酒場で取引をすると言っていました。これは数少ない正確な記憶で、逃げる際に偶然聞いたようです。それとシラージは今教令院にはおらず、1ヶ月前に長期の外出調査研究を申請しています。もうじきイリアスさんの言っていた取引の日時になります。今すぐ酒場へ向かい、怪しい者がいないか捜索しましょう。そういうことだ。すぐに出発する。君たちは勝手にするといい。オイラたちも行くって言っただろ。着きました。アルハイゼン様、この後はどうなさいますか？アルハイゼン様？どうやら君は最近文書を一つも読んでいないようだな。新しく交付された教令にはすでに確立された調査案件について、たとえ賢者であってもマハマトラの行動に介入する権利はないと明確に記されている。君たちの上司がこの場にいれば俺に何をするか聞くどころか、逆に手出しするなと警告していただろう。おっしゃる通りです。わかりました。ではこちらでしばらくお待ちください。直ちに周辺エリアを封鎖し、怪しいものを捜索してまいります。イリアスさんはここに残しておきます。アルハイゼン様には重要参考人である彼の保護をお願いできますでしょうか？いいだろう。もっとも彼が自分で自分の身を守れればなお良かったんだから。相変わらずだな。アール村の時もそうだったけど、すぐ人を無視するんだもんな。程度の低い質問に答えることは、質問した者の甘えを許すことにつながる。それに俺は自らの態度を彼にはっきりと理解させる必要がある。君たちと同じようにアーラブもなぜ俺が一緒に来たのかについて疑問に思っている。だが君たちと違って、彼はこの問題をさらに複雑に考えてしまった。例えるなら、代理賢者がマハマトラの権力に手を出そうとしているという具合にな。彼の質問は明らかに探りを入れてきていた。マハマトラはかつて賢者の影響を受け、こういった官僚の罠に巻き込まれていたからな。本来であれば彼がそんな言い方をする必要は全くないんだ。だからこそ俺は彼らの仕事に手出しをしないことを彼に分かってもらいたかった。ややこしすぎる。だから代理賢者になんてなりたくないと言ったんだ。肩書きは様々な物事をどうしても面倒なものにしてしまう。失礼、アルハイゼンさん、どうしても聞きたいことがあるんだ。以前会ったことはないだろうか？いや、君のことは記憶にない。あ、それもそうか。あなたのような方と関わり合いがあるはずもない。なら、どうしてそんなことを聞く？初めて会った時、なんだかその馴染みのあるような感覚を覚えて。そうか、錯覚だろうか。あるいは。アルハイゼン様、容疑者を確保しました。シラージか？いえ、彼と取引をしていたミョーロン派の学者です。名前はナランドラ。
アルハイゼン様？ちょっと待ってくれ。誰か説明してくれないか？確かに俺は実験室から機材やパーツを盗んで売ろうとした。だが代理賢者が直々に出張ってくるようなことじゃないだろう。おいおい、なんてこった。まさかとんでもないことに巻き込まれたんじゃないだろうな。俺はただ一時の利益に目がくらんだだけなんだ。どうかお許しを。いくつか彼に質問をしたい。もちろんです。シラージを知っているか？ああ、買い手の名前だ。酒場で取引すると約束したんだが、いつまで経っても来なくて。取引の内容は？何の実験をしているか知らないが、大量のエネルギー源と電子部品を必要としていた。それらは俺たちのプロジェクトでしか扱っていない。そいつはそれを高値で買い取るからって俺に損傷品の廃棄という名目で一部の品を確保してほしいと個人的に連絡してきた。本当なら今日酒場でその取引をする予定だったんだ。でもまさかすっぽかされた挙句あんたらに出くわすなんて。もしかしたらシラージはイリアスさんが情報を漏らすことを察してあえて約束の場に来なかったのかもしれません。いずれにせよ手がかりはここで途切れてしまったようですね。幸いシラージのやっていることはこのエネルギー源と電子部品を必要とするようです。その進捗も必ず滞るでしょう。我々にはまだじっくり調査する時間があります。アルハイゼン様は他に何か聞いておかれたいことはありますか？いや、ない。ナランドラは君たちが連れて行くといい。それはそうと、少しの間イリアスを借りることはできるか？はい、問題ありません。イリアスさんにはすでに全面的な虚偽検出テストをしました。他に覚えていることはなかったようですし、我々も現時点では彼から突破口を見つけられるとは思っていませんので。ただこれはついでとしてお聞きするだけなのですが、彼を手元に置いておきたい理由を伺っても？昔記憶喪失に関する論文を読んだことがある。彼の記憶を取り戻せるか試してみたい。なるほど。では我々は一足先に教練院に戻ります。イリアスさんを頼みました。ついてこい。結局シラージは酒場に来なかったし、ナランドラからも手がかりはなかったな。なんだか手詰まりって感じだ。アルハイゼン、本当に最後まで関わるつもりか？お前この件に興味津々だよな。なんだかオイラちょっと意外だぞ。君はすでに理由に気づいていると思っていたが。え？全然わからないぞ。お前はどうだ？ああ、俺の同級生だ。そうだったのか。だからアーラブに報告された時わざわざ一緒についてくるって言ったんだな。つまり興味があったのは内容じゃなくて容疑者が知り合いだったからってことか？その説明は事実からあまりにもかけ離れている。まあ俺も君がそれ以上正確な答えを出してくれるとは期待していない。だから一旦そのように理解してくれて構わない。俺と彼は同じ年に入学したんだ。その後俺は書記官になったが、彼は引き続き学術の道に進んだ。1年前彼はある課題を申請した。当時の大賢者はそれを見て俺に意見を求めてきたが、俺にはその課題があまりいいものには思えなかった。結果的に見ればそれは根源の六罪における人類の進化にまつわることに触れていたからな。人類の進化にまつわることから恐れを知らずに王妃について語ることまで、根源の六罪はこの世の全ての罪の始まりだ。賢者たちが教令の制定と修正をするための規範でもある。俺から見て
シラージの研究はあまりにも詰めが甘く、そして一線を越えるものだった。来賢者は様々な意見を参考にして最終的にそれを棄却した。つまりそいつがエネルギー源と電子部品を買おうとしてるのは、大方許可を得ていない状況でこっそり実験を行おうとしているんだろう。なんか怪しいな。なおさら止めた方がいいって気がしてきたぞ。イリアス、もうちょっと頑張ってくれよ。何か思い出せないか？すまない。何度も試したけど、どうやっても思い出せない。まるで熱い霧に覆われているような感覚なんだ。強烈な刺激を受けた時、人は自己防衛のため、記憶の一部を無意識に切り取ってしまうことがある。だが、それらの記憶は実際に消えたわけではなく、一時的に封じられているだけに過ぎない。適切な刺激を与えれば、回復する可能性はある。何でもいい。少しでも気になることを思い返してみるといい。必ずしも事件に関係している必要はない。実を言うと、さらわれて実験をされたこと以外に、忘れてしまったことがもっとある気がするんだ。自分がどんな人間だったのか、何をしていたのか。思い出せるものもあれば、どうやってもわからないものもある。ただ、やらなければならないことが二つあったことまでは、かすかだけど覚えている。話してみろ。一つ目は、教令院から給料を受け取り、ガンダルバー村にいる妹に渡すこと。詳しいことまでは思い出せないけど、毎月お金を妹に渡して、家計の助けにしていたような記憶があるんだ。二つ目は何なんだよ。思い出せない。すまない。本当にたくさんのことを忘れてしまったんだ。驚くことじゃない。現時点において、シラージに会ったことがあるのは君だけだ。あの洞窟の具体的な位置を知っているのも君しかいない。俺たちは必要なだけ君をサポートし、記憶を回復させる手伝いをするつもりだ。記憶を失うのって、きっとすっごく苦しいよな。思い出せるように、オイラたちが手伝ってやるぞ。ありがとう。苦しいだけじゃなく、言葉にできないような感覚もある。記憶を多くなくしすぎたせいで、自分への認知も曖昧なものになってるんだ。頭の中で何かがざわざわ鳴り響いて、今にも気を失いそうになる。けど、そんな吐き気のするような感覚の中にも、どこか解放されたような気持ちもあって。何はともあれ、君たちのおかげで、少しははっきりとしてきたよ。僕は確か、教令院の調査研究準備室という場所でアルバイトをしていた。毎月の給料も、そこで受け取っていたはずだ。わかった。では、まずそこの責任者のもとへ向かおう。アルハイゼン様、直近の調査研究の支出表はすでに事務室にお届けいたしました。もうお読みになりましたか？何か問題などございませんでしたでしょうか？ああ、その最近の調査研究に関する支出だが、以前よりもかなり減ったようだな。はい、調査研究そのものを必要とする学者が減ったことが主な原因かと。詳しいことは複雑な話になりますが、そういえば本日はどうしてこちらへ？彼のことは知っているだろう。イディアスだ。かつてここでアルバイトをしていたと聞いている。わけあって今日は彼の給料をもらいに来た。ええ、それは構いませんが、イディアス、この数日一体どこへ行っていたんです？忙しくなったタイミングであなたが急に何も言わずにいなくなってしまったものですから、
仕事はすべて他の学者で分担したのですよ。予想外の状況になってしまいまして、みんなに迷惑をかけてしまって本当に申し訳ありません。何かできることはないでしょうか。あなたの仕事はもう他の学者がほとんど終わらせてくれています。ただ一つだけまだ終わっていないものがありますがね。チャンドロは覚えていますか。前に彼が出した外出調査の研究申請はあなたが担当していたはずです。しかし数日前、その申請を彼が取り下げましてね、外出調査研究の計画をキャンセルしてしまったようです。これで調査研究の申請を取り下げたのは今月で12人目になります。ですのでその理由を聞いてきてほしいのです。この時間チャンドラはコーヒーを飲んでいるはずですからカフェにいるでしょう。わかりました。それで給料ですが、あなたが戻ってきた後にちゃんと渡しますよ。もちろん次はありませんからね。いつも挨拶もなく姿を消されては他の同僚の迷惑になりますから。これでいいでしょうか、アルハイゼン様。異論はない、そうしてくれ。イリアース、久しぶりだな。何か用か？調査研究の申請を取り下げたと聞いて、その理由を聞きに来たんだ。ああ、それか。これといった理由はないんだ。ただ行きたくなくなっただけさ。それに、申請を取り下げたのも俺だけじゃないはずだろ。最近はみんな研究のモチベーションがないんだ。研究のモチベーションがない？そうだ。というか、君は誰だ？どこかで見たことがあるような。気にするな。続きを話せ。この前、賢者が失脚しただろ？彼らが主導していた多くの実験プロジェクトが中止になって、それに関与していた学者も審査を受けたんだ。こういう問題が重なる時期にリスクを冒して新しい研究をしようなんて誰も思わない。だから、まずは適当に何かで時間を潰して、状況が明るくなるまで待つことにしてるのさ。君の言う、状況が明るくなるは、新たな賢者の好みを把握する、ということだろう。随分、はっきりとものを言うんだな。でも実は、研究のモチベーションに欠けている原因はそれだけじゃない。他に何があるんだよ。アーカーシャ装置が止まったことさ。知ってるだろ。研究には様々な知識が必要になる。今までなら必要なものは何でも申請をすればアーカー社が答えてくれていた。この上ないほど便利だったよ。苦労して調べる必要もなく、様々な実験を素早く行うことができていたんだからな。なるほど。君も理解できただろ。あんなにいいものを経験してしまったら、今更苦労して資料を調べようなんて人はいなくなる。今の教令院でプロジェクトの立ち上げや研究を行っている人はほんの一握りしかいない。ほとんどは名のある学者たちがプロジェクトを立ち上げるのを待って、その時になったら一斉に参加するつもりなのさ。俺みたいにな。名前が載るのは論文の後ろの方になってしまうけど、面倒は大幅に減る。複雑な思考もいらないし、自分に割り当てられたことだけ考えればいい。イリアス、どうしたの？頭が痛い。思い出した。シラージがこっちに歩いてきたとき、
こう言っていた。お前はシラージ36号となり、私が主導する意識の中に溶け込んで、固定されたモジュールのことだけを考えるんだ。そう、蜂の巣にいる働き蜂のようにな。何が何だか全然わからないぞ。どういう意味なんだ？それこそがシラージの研究していた内容だ。当時提出された課題とも一致する。ハイブマインドと進化の道だ。主に3つの点を実現すれば、人間社会においてハイブマインド、つまり集合自我を形成でき、人類の進化を成し遂げられるとシラージは信じていた。まず能力の高い順に被験者に番号をつけ、1番をマスターマインドに設定する。そしてマスターマインドが物事を数々のモジュールに分け、重要度に基づいて異なる番号のメンバーに振り分ける。またメンバー間では迅速に情報を交換する手段を持つ必要がある。最も理想的なのは記憶と感情を共有することだ。おいらまだよく分かってないんだけど、それに何の意味があるんだ？つまり多くの脳を一つにつなげ、それぞれの脳に応じた思考内容を配分するのと同じことだ。それを用いて群衆のマインドをまとめ、答えでありながら組織でもある新しい存在を形成していく。おそらくシラージはこのハイブマインドこそ人類を凌駕し得る存在だと考えているのだろう。うわぁ、たくさんの人をぎゅうぎゅう詰めにしてるような感じで、ちょっと怖いぞ。アルハイゼンさんの言う通り、シラージは全ての被験者に異なる番号を割り当てていた。番号が後ろのものはメンバーの衣食住といった簡単な問題だけを考えていたんだ。そして番号が前のものは未来における発展計画といった複雑なことを考える。シラージは僕を36号と呼んでいたから、真ん中から後ろ寄りの番号だと思う。それにシラージは計画は着々と進んでいて、蜂の巣はもうじき完成するとも言ってた。そんなの完成する前に早く止めなきゃダメだぞ。精一杯のことはする。ただ残念ながら思い出せたのはこれだけなんだ。あの洞窟がどこにあるのかはまだ思い出せない。すまない。ゆっくり考えるといい。いつか思い出せるはずだ。だが少し妙だな。細かい辻褄が合わない。何かおかしなところが。たったの36番目。残念だ。君の才能はその程度じゃないと思うが、シラージが何に基づいて番号を設定しているのかはっきりとしないが、とりあえず用事が終わったのならもう行こう。待ってくれ。さっきシラージについて話しているのが聞こえたんだが、彼を探してるのか？ああ、何か手がかりでも？ああ、シラージは最近何かと有名だからな。聞くところによると多くの有名な学者からも認められて、次の賢者の有力候補だそうじゃないか。彼の研究グループに何が何でも入りたいと思っている人は大勢いるだろうな。俺にはこれといった才能もないし、そんなチャンスはまずないけど。ただジャナキっていう学者のことは知ってるよ。かつてシラージの招待を受けたことがあるにもかかわらず、それを断ったそうだ。もし興味があるのなら、彼女に聞いてみるのはどうだ？普段は火炎の料亭で本を読んでるはずだ。